どうもこんにちは。今回は僻地生活にかかるお金の話ということで、まあ私がマッスーさんの1ヶ月の生活費っていうのを動画にしたいと思います。はい、では早速行ってみます。まずですね、マッスルさんの住んでる家、家賃なんですけど、月に1万円かかってます。で、電気代が3500円ほど、水道代とガス代がそれぞれ4500円ほどかかってます。はい。で、これに加えて、便所の汲み取り費っていうのがあります。まあ、後で便所を汲み取るみたいなんですよ。その汲み取りに費用がかかるということになって、いかにも僻地の家らしい家ですね。で、これは、まだマッスルさん便所汲み取ってないんですけど、だいたい聞いてみたら月にすると2500円ほどかかるらしいです。はい。さあ、それに加えてですね、ガソリン代が月に2万円ほどかかってます。1週間に1回ガソリン入れて、でこれで5000円ほどかかるんですね。ちなみにマッスルさん平均燃費がですね、リッター22キロぐらい、ひょっとしたらそれ以上かもしれません。で、こんだけかかってます。はい。でこれはですね、まあ、見ての通りやっぱり家賃は安いんですけど、それ僻地だからであって、まあ、どっか行くにしても最寄りのスーパーコンビニまで車で1時間っていう、その距離がやっぱ実質ガソリン代にかかってくるんですよね。なので、まあガソリン代ももう半分は多分家賃だと思っていいと思うんですけど、まあとりあえず今述べた電気、水道、ガスとか家賃とかガソリン代、これらが全部合計しますと4万5000円になります。はい。でこれに加えて、マッスルさん Wi-Fi 契約しました。いやね、夜になると絵描けなくて、恐ろしく音がしない場所ですので、怖いらしいです。はい。なので、もう、これは耐えられないと、Wi-Fi、ついこの前契約してました。はい。で、これが月3000円です。はい。で、スマホの代が3000円。そして、1ヶ月の食費が月3万円。まあ、次にですね、まあ、雑費。例えばトイレットペーパー、ですとか、洗剤、各種の洗剤、それから、オリーブ油とかごま油とか、それから、まあ、調味料ですね、醤油とかお酢とか、まあ、そういうもの、月々かかってくるものが、まあ、2万円ほどかかるということです。はい。そしてですね、マッスルさん、ここ引っ越してきた時に近所の方へお願いします、よろしくお願いします的な、その、まあ、挨拶で持参した手土産とか、まあ、お酒を配ってるんですけど、まあ、それらが全部2万円ほどかかってます。まあ、一軒あたり2万、4000円ほど、4000円ほどで、まあ、5軒ほど。いや、違うか。はい。はい。そして次にですね、これ参考にならないんですけど、マッスルさん、酒代に月6万円かかってます。まあ、だいたい1日2000円ぐらい。お酒飲んで、で休館日がないよってことで、まあそんだけかかってます。はい。でこの当然お酒におつまみが必要な、その魚代が月3万円。これは1回1日1000円に抑えるようにしてるみたいです。はい。まあ、酒と魚で9万円かかってるっていうのはちょっと私からしたら問題あると思うんですけどね。はい。でですね、マッスルさん出張費もかかります。これが3万円ですね。まあ出張費といっても絵を描きに行く。で、その絵を描きに行く、遠くへ行くんですね。もう本当に、何百キロも離れたところまで行くんですよ。気が向いたところに行くんですね。自由すぎるだろうって話なんですけど、で、その時にもう帰ってこれない。その日帰ってこれないので、まあ、旅館に泊まる。で、マッスルさん、せっかく日本にいるんだったら、やっぱ、畳の部屋でこそ味が出るって言って、畳の部屋に泊まるんですね。で、これで、まあ、2週間に一度ほどどっか行ってますので、はい。泊まってますので、で、それが月3万円ほどかかってます。はい。で、まあ、これら全部合わせると、かかる費用、先ほどの、ですから、住む費用、家賃とか電気、ガスとかにかかった費用、で全部合わせますと、合計月24万1千円かかってます。まあ、これが、ただ、ご飯食べて、そして寝てっていう、ただ生きるためだけにかかってる費用です。高いですね。お酒代がやたら高い。
と近所の人にちょっと配りすぎっていうのはあります。はい、はいはいはい、まあこんなところですね。もっと絞ろうと思えばできます。もっと契約しようと思えばできます。全然できます。なんならこの半分まで削れるんじゃないかなと思うところもあるんですけどね。例えばラッセルさん、毎日お風呂お湯入れてるんですけど、まあ、毎日入れると当然水道とかガス代が高くなるので、まあ、このあたりをちょっと控えるとか、2日に1回とか3日に1回とかにしてするだけで、安くなると思うんですけどね。ひょっとしたら水道ガス代かなり3分の2ぐらいまでなるかもしれないですよね。うん。そして、はい。まあ以上こんな感じで生活費だったんですが、まあマッスルさんの場合、絵を描きます。この画材費がですね、これ月15万円ほどかかってます。で、これはもう昔買ってる画材を使いつつの15万ですので、実際もっとかかってるんですけど、とりあえず月15万ぐらい、画材を買ってるということですね。かなり抑えてます。かなりここは倹約してます。でもそれだけかかるということで、うん。まあ、マスルさん2年前に外国行って、その2年前まで買ってた画材に比べて今はですね、倍ぐらい高くなってるんですね。まあ、画材によっては 1.3 倍とか 1.4 倍にとどまってるのもあるんですけど、ほぼすべての画材が値上がりしてます。で、2倍ぐらいになってます。カンバスの枠なんて今年1月に値上げしたのに3月にも値上げして、マッスルさん腰抜かしてました。はい、でこの画材費含めると生活費全部で合計しますと39万1000円。まあこの辺の費用がマッスルさん1ヶ月にかかっているということで、はい、まあ以上が全部マッスルさんの1ヶ月の絵を描いて、その底辺画家として絵を描いて僻地で暮らす費用です。私、いつ、ここだけの話なんですけど、私、マッスルさん、生活もう、成り立たなくなるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうするつもりなんですかね。まあ、私は自分の心配します。はい。で、こんな感じで、以上、マッスルさんの1ヶ月の、生活費でした。はい。で、ここからはおまけになります。で、今更なんですけど、私、マッスル、ひろよしさんの心の友なんですよ。実に4年ぶり3年ぶり3年以上ぶりの、この出演ということで、懐かしいねお前っていう方もいれば、誰お前みたいな方も今いると思います。まあ、私3年以上前もこのチャンネルに出させていただいて、まあ、実際ね、そのマッスルさんの服とかお借りして撮影してますので、マッスルさんじゃないかっていう疑問もあると思うんですけど、違います。私、マッスルさんの心の友達です。はい。ですので、まあ、断じて言うんですけど、マッスルさんの生活を見て、そして、陰ながら、頑張れよ、こいつって応援してるただの人間です。で、3年ぶりに出演できて、すごく嬉しいです。久しぶりでしたね。忘れてた方もいると思います。はい。で、まあ、今回はマッスルさんの、おまけの動画ということで、ちょっとこれおまけなんですけども、まあ、マッスルさん、どこ行っても目立つんですよ。そんな時に、なんかマッスルさんに話しかけた人がいるんですよ。でね、それは、ある公園にある池なんですけど、その池で、テレビ局のカメラが池を撮ってたんですよ。その池に浮かん、水に浮かんでるお花。これがすごく今、先頃で、まあ、要するに時期の季節のもので、すごく見頃を迎えているということで、カメラが取材に来てたんですね。地方のローカルテレビが。で、そこで、カメラマンはコメントが欲しかったらしい。要はニュースとしては、その、アナウンサーがなんか、これこれ、見頃を迎えていますとか言って、そして、カメラが切り替わって、池の絵がこう、流れるわけですよ。で、アナウンサーがこれこれ喋って、その後に、その地元の、人が池のお花とか手入れしてるんですけど、その地元の人のコメントに聞いた。例えば、いや、もう来ていただいた皆さんに見ていただいたりって、そして少しでも心が豊かになってもらえればと思って、はい、毎日世話を綺麗にするように心がけてます。みたいなコメントが欲しかったと。それが、まあ、理想の、ニュースの一つの地方のローカル枠として
狙ってたらしい。でもそのコメントはくれなかったらしい。要するに職人のような人で、え、お花そんなの見てくれよ。コメントそんなのいいないない、見てくれよ。とにかく見てくれって、ね、それでいいよねみたいな、はい、なのでテレビ局としてはそのちょっと取れ高にご不満があったらしいんですよ。さあそんな時に、でも せっかくそんな遠いとこから来て取材に来てるのに取れ高がちょっとな、まあ、さあそんな時にですね、まあ、イーゼルとか画材を抱えてテクテクと歩いてきたなんかあのひげ生やした人がいる。で帽子かぶって、でその人が画材をよっこらしょって下ろしてイーゼル立てて絵を描こうとしてし始めた。そんな時にカメラマン、おこれだと思って、でテクテク行ってこんにちはって声をかけて、急遽その白羽の矢を向けられたマッスルさん、まあそうやってこんにちはって始まって、で私ちょっとカメラで撮影してもいいですかって言って、でマッスルさん最初アマチュアのカメラマンと思ってたらしいんですけど、まあいいですよって、そう、応じてことにしたらしい。そして、地元の人ですかってマッスルさんが聞いたら、あ、いや、私、地方のテレビ局のものなんですよって言って、あ、テレビですかみたいな、ね。まあ、マッスルさん人がいいもんですから、もうね、仕事の中断になるんですけど、そうやってね、まあ、サービスを忘れないっていうか、ちゃんとカメラ向けて、こうやってこんにちは撮っていいですかって言ってくる人なんて、もう本当にね、礼儀のいい方で、マッスルさんなんて、絵描いてる遠くからやっぱカメラでバシバシ撮られてるんですよ、写真とかね。だって目立ちすぎるから。でもそれでもやっぱ、しょうがないって割り切って、そこはマッスルさん全然何も言わないんですけど、だから撮っていいですかとか、そんなのもう全然マナーのいい人で、で、まあ、マッスルさん、仕事なんですけど、しょうがないからカメラマンに、まあ、マッスルさん自身は YouTube でカメラ撮ったりして、まあ、大体のその撮れ高とかっていうのを、まあ、気を使ってあげたらしいんですけど、そういう風にやってたらしいんですね。うん。で、それで、はい、撮れたニュースが地方のローカル番組ですよ。ローカル番組ちょっと流れたので、まあ、皆さんにも見ていただければと思います。どうぞ。池のほとりには画材を揃えて絵を描く画家の姿がありました。太陽の光もすごく透き通ってて、でその水面に反射した色がすごい本当に原色に近いっていうか、すごい生き生きと僕の目に映って見えるので、はい、すごく描かずにはいられないですね。風が吹いてない、本当鏡のような水面ですかね。これをなんとか表現したいんですけどね。はい、でこれが、まあ、地方で流れて、まあまあ最も地味な形で、しかもしれっとマッスルさんちょっとテレビに映ったわけなんですよね。まあ、マッスルさん自身 もうかなり久しぶりの テレビだったと言ってます。はい、そのマッスルさん、まあ、こういう生活してるよっていうのがちょっと動画のおまけとして、はい、挟んでみました。はい、というわけで、まあ、こんな感じでマッスルさん、まあ、なんとかギリギリ命つないでですね、つないでというか切れそうな日をなんとか大事にしてるみたいな感じで生きてますので、まあ私の方からご報告させていただいたらと思って、はい、おまけの動画作りました。というわけで今回はご清聴ありがとうございました。またごきげんよう。